皆さんこんにちは、着物カフェです。気軽に入れるカフェみたいに気楽に楽しく普段着物を楽しみたい人に向けてのチャンネルとなっています。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、さて今回なんですけれどもずっとですね楽しみにしていた、企画部の方と、企画させていただいた、視聴者さんと、着物でアートを見に行くイベントの日となります。はい、今こちらはですね待ち合わせの風景を撮らせていただいてるんですけれども、お天気にはねすごく恵まれたんですよ。なのにね強風がね結構強くてですね、お着物ですと首元とね手首から入る風がちょっと寒かったなという感じでした。でもね、どんどんね気温が暖かくなって風も収まったので、後半はとても気持ちの良い、お天気でした。はい、そして今回はですね六本木ヒルズで展示されている樋口優子さんの展示会を皆さんで見に行ってその後ランチをしようという予定でございました。こちらの参加者さんは樋口優子さんのデザインがプリントされている端切れを半襟にしてきたりとか、あと帯締めとか帯とかですね帯揚げとかどこかこう樋口優子さんの作品を思わせるようなコーディネートをしてきてくれました。はい、私も赤をポイントとしたコーディネートを今日はしてきたので後ほど紹介したいと思います。はい、そして今回はですね企画部の3人と私、あとは参加してくださった方が3名、ちょっとね体調が悪くて参加できなかった方もいたんですが、7名で今日は、着物でアートを見ることになりました。そしてですねタイトルにもあるように、集合して早々にトラブルがございまして、はい、なんとですね樋口優子展2月から開催されていてね、まあ余裕かなと思ったらまさかチケットが完売されていましたもうねもう完売ですってねスタッフの方に言われた瞬間私はですねもうどうしようと思ったんですけれども、参加してくださったみんながね、あでも着物カフェさんこれもネタになるからよかったよとか言ってね言ってくれて本当にね皆さんの優しさに救われました。はい、ということでね、早々にちょっとカフェに入ることになりました。はい、そしてね参加される方ももちろんそうだと思うんですけれどもね、私も結構ね当日迎えるまで結構緊張してました初めてねこういったことを企画して視聴者さんの方とお会いするっていうことをしたので、やっぱりちょっとね大丈夫かなっていうことはあったんですけれども、早々にねアクシデントもありましたが、やっぱり皆さん趣味が一緒なのでね、逆にねアートを見るっていうのも楽しかったと思うんですけど、こうしてカフェとかいろんなお話がゆっくりねできたので、まあ結果オーライ結果的に良かったんじゃないかなと、はい、勝手に思っております。はい、今日私が着ているお着物は以前動画で紹介させていただいたキエンさんで買ったお着物です。ところどころにね招き猫が描かれていて、樋口優子さんね、猫モチーフがやっぱり有名なので着てきたんですけれども見れなかったっていうことでした。はい、そしたらねやっぱり視聴者さんだなと思ったのがね、その着物キエンさんで買ったやつですよねって覚えてくださってすごく嬉しかったです。見てください、このハーブスのケーキすっごい大きいんですよ。はい、ちょっとだけね食べれなかったんですけどね、ペロッと食べれちゃいました。こちらの帯はね企画部の方の帯なんですけれども、この方はね和裁教室に通われていて、もう今日着てるお着物も羽織も全てご自身で仕上げたみたいなんですよ。すごいですよね。なんとわざわざねお荷物になるのに私に和裁の本も貸してくださいました。ありがとうございます。でカフェの後は
毛利庭園っていうところがヒルズにありまして、そこで皆さんとおしゃべりしながらちょっと歩きました。はい、そして今回ね、企画部の方と直接お会いするのも実は初めてだったんですけど、まあインスタグラムとかチャットでねやり取りをさせていただいたので、まあ、そんなに初めてな気はしなかったんですけれども、本当に企画部の方、参加してくれた方のおかげでこうして楽しい時間を過ごせることができました。本当にありがとうございました。またね、機会があればまたねこういった感じのイベントをしてみたいなと思いますので、その時はぜひ参加してみてください。それでは最後まで見てくださりありがとうございました。ではまたね。失礼いたします。